こんにちは。 YouTube を簡単に使いこなしていますか？今回は YouTube のトップページから興味がない動画を非表示にする方法についてお話をしたいと思います。 YouTube のトップページです。これまでの視聴履歴とか、関連動画との関係で、あなたへのおすすめとかね、動画表示されますが、もう全くね、興味がない動画に関しては、この、画面から、非表示削除することができます。例えばこのアニメ、興味がない時にはこのタイトルの右にある縦に四角のボタンが3つ並んだメニュー、ここにマウス持っていきます。そしてクリックします。そうしますと興味なしと出ますんで、この興味なしをクリックします。はい、動画を削除しましたとありますんで、これで OK です。理由を教えてくださいとありますね。ここをクリックしましょうか。そうしますと、はい、ここに、ね、理由3つありますね。例えば、この動画は興味ではない。ここをクリックしましょう。で、送信します。はい、これで OK です。その下にもね、これまでの動画の視聴履歴をもとにして、いろんなチャンネルが表示されていますけれど、もう興味がないときには、この右側、チャンネル登録の一番右端、バッテンマーク、興味なしがあります。ここをクリックします。はい、これで OK ですね。で、ここを押すと元に戻すことができます。はい。という風にして、興味がない動画をトップページから非表示削除することができます。はい、OK です。今回は YouTube のトップページから興味がない動画を非表示にする方法についてお話をしました。それでは今回はこの辺で失礼します。YouTube Hero.